はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。クッキーヌの部屋へようこそ。トゥルルトゥ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 ル。はい、皆さんこんばんは。本人のネースが星の行動の長谷川智美さん。長谷川智美さん。長谷川智美さんはライトランディを話されていて、あのヒプノセラピーとか、アナスクレコードリーディングとかをされて、今日は個展を、こんな個展ですね、あっち側にも絵があるんですけども、あんなあっちで個展をされて、絵をされてて、絵は、で、個展、あのでもあの、個展が終わるまでにアップできるかどうかわからないです。全然いいです、で、あの、興味のある方。で、グループ展をさせてもらってるアルルさんです。アルルさん、今日初めて会ったんですけど。天野アルルさんです。で、今日、今日話題としているのはライトランゲージとかいろいろありますけど、ライトランゲージ一人で喋ってるのっていうのはよく聞くと思うんですけど、ライトランゲージ同士の会話ってめったに聞かないと思うので、あの私ともさんはもともとライトランゲージを15年くらい前から一緒で話してるので、ちょっと話しかけてみますね。うちで開いたんだけど、もうトモさんの方がずっと上の方にいて、もう雲の上の存在の上っ子になってしまいました。そんなことはないですよ。まあそんなことを話し、冗談を交えながら2人で話してる。あなたの認識もそれで合ってるでしょう。まあ掛け合いをしてますよね。まあそんな感じで、はい、まあそれであのトモさんはあのヒプノセラピーとか自分でも紹介します。あ、いや大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はいはい、やってます。はい、こういうのを書いたり、縦言を引いたり、そうですね、ライアンだから、はい、あのヒプノセラピーをしながらアカシックレコードをリーディングして、うん、ライトランゲージでメッセージをしたりするんですよ。そんなことできるんですか。で、ソウルダイバートっていうのをやっていて、私はそのハードリピーターなんですよ。で、それがとてもとても、最近はあんまりやってない。やってますけど、それもできるんじゃないって言ってくれた人は副チームですか。という感じで、私の一番おすすめはソウルダイバートですね。で、ヒプノセラピーはまだ受けたことがない、最近のセッションで。で、アカシックとかもね、自分で読めるんで、っていう感じで。でも、ソウルダイバートはとてもおすすめで、あの定期的に何度も何度も受けると、あのステージも進化するし、絵も進化してくれるので面白いと思います。一緒にね、お絵描きのワークショップもね、させていただきましたね。いただきました。その時もね、前世に行こうとかっていうので、ヒプノ的なこう誘導も。あ、そうですね、私もともとあのそういうあの心理学畑でいろいろ誘導瞑想とかも勉強してたので、うん、ね、そうやってましたね。うん、なのでヒプノ的な要素も福地さんの影響ありますよ。あ、そうですか。で、とてもとてもおすすめで、うちの主人も今カメラの向こう側にいますけど、撮ってる側ですけど、主人がお世話になったんですよ。そうなんです。そうなんですよ。まあそんな感じで。はい。他に何かありますか？いや、今日もう銀座のね、アウトポイントに来てくださって嬉しいです。今ちょうど、実は今日はライオンズゲートの日なんですか？そうです。はい。はい、なので、その、なんていうか、ね、感じをですね、この後のね、パーティーでね、あの、まあ、お祭りするんですけども、まあ、みんなでね、みんなの絵と一緒にあのお届けしていきたいと思うので、この動画にね、そのエネルギーがちょっとでも乗っかれば嬉しいなと思っております。YouTube 番組だと、トモさんはライアー番組のライアーチャンネルを持ってますよね。YouTube ではあります。はい。はいはい、その他にもあのブログとかホームページとかも紹介しておきますので、おすすめはソウルダイブアートですけれども、演奏会とかも定期的にやる、 CD も販売されてます、ね、ありがとうございます。そうですね、もうね、超癒され系の CD でソロでも発売されてます、ね、ありがとうございます。コラボとかでも出されたんでしょうか。はい、そうですね、ヒップのね、そう、はい、なのでおすすめです。ありがとうございます、はい、じゃあまたね。またね。またね。はい、切ってじゃあね。福地犬の部屋にチャンネル登録すると、自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。